こんばんは。おっす。そう、サボテン。やっぴーやっぴー。嬉しそうげだね。何かいいことあった？あれですよ、本公演2回目出演決まりました。ありがとうありがとうありがとう。ありがとうありがとうありがとう。ぜひぜひ見に来てくださいな。ちょっと平日なんですけどね、10月3日です。スケジュール出ましたやん。できた、できた、できた。平日は間に合わない。平日か、いいな。平日になるとはーってなってる。そうだよね。10月3日です。来週の木曜日ね。そうなの。水曜日じゃなくて木曜日です。3日か2日ならいけたのに。仕事チャンス頑張ってみるね。うん、お願い。次こそ木曜ならいける。え、木曜だよ、木曜だよ。なんかいつも癒さないか。お風呂上がりのすっぴんの本気癒し系配信なんで。あ、見てください、パジャマ着ましたよ、パジャマ。いつもなんか部屋着兼パジャマみたいな、なんトレーナーじゃないけど、そんなそういう系を着てたんだけど、今日はガチパジャマ。こんな顔したら癒し系じゃない。そう。それはギャルちゃう。癒し系。おなんでそんな引いてるようなコメントの仕方なんですか。癒し系だよ。ね。癒し系だよ。おしゃべり会もパジャマで。え、パジャマおしゃべり会をやってほしいの？じゃあいつかに入れるか。いつだった？いつか、うん、どっかに。ありがとう、おめでとうのギフト。癒してください。よしよし、おしゃべり会ありがとう。こちらこそ、また来てね。いつも癒されてます。よかった、今日ミスったので癒してください。え、大丈夫、ミスなんてものは存在しないから。え、じゃあミッフィーのパジャマ着てたな。え、可愛すぎでしょ、ミッフィーのパジャマなんて。公演途中参加なら全然いけるんだけど。もういいじゃん、途中参加でいいじゃん。あみちゃんが癒し系なら場合は、いや、天使系、なん、癒し系、いいじゃん。癒し系で。土曜日のは行ってみたいと思ってます。土曜日の、あ、 NST 祭りかな。これは多分きっとかなりの確率で癒し系だ。おいしょ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 。あ、ダメだ、こんなん癒し系じゃないね。途中入ってくる、確かにね。そうだわ、NST 祭り楽しみだね。パジャマお揃いしたいです。これはデューノです。デューノ、デューノパジャマです。
だから多分ネンデルネンチが言ってると思いますよ。自由、自由って最高。自由、自由に言ってます。自由のパジャマです。まだ売ってるか多分さ、わかんない、これ結構去年、一昨年、去年くらいに買ったやつなのね。そうそう、ジュージュー自由、自由、自由、あ、そう、自由、自由で買いました。で、でも多分どこにでも、どこにでもっていうか、いつでも売ってそうな気がする。行ってみて、探してみてね。ああいうなんかタオル素材みたいな感じの、このなんていうの、ピンクっていうのか紫っていうのかみたいな色の、はい、パジャマです。メンズあるかな、確かにこれメンズじゃないかもね。メンズ、うん、まあまあまあ行ってみりゃわかると思います。パイル生地、え、これパイル生地っていうの、初知り。私が言ったら多分サイズ的に8キロ大丈夫、いっぱいサイズある多分。自由再販とかないんじゃないか。でもさ、自由ってこういう形のパジャマいつでも売ってるじゃん。サボジローにも癒されたい。サボちゃん今日お休み、寝てるので見て癒されてください。自由、自由、自由で OK。バテン動くの、動くよ。そうそう、長袖ないから半袖ないかも。あ、確かに確かに。でも、あ、長袖も持ってるよ、これ、ね、似たやつ。これもう自由で買った。ちょっと待ち、いいよ、あ、間違えた、いいよ。あ、これズボン、こっちこっち、ほら長袖。これは紫、薄紫みたいな、ちょっと色が違うの、薄紫みたいな感じ。これは冬、まだちょい寒くらいの冬に着る。これはね、ガチ冬の時着たらガチ寒いから、ちゃんと、あ、わかんない、これの上になんかパーカーみたいな着て寝てたか忘れたけど、そう、かわいいしかないだ。それ言ったら癒し系になれますか。なれます、なれさ、なれます。よいしょ。あのさ、紫ギャルだなってさ、全然薄い紫だから、そんなギャルじゃなくない。ララララ、ララ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 ラ、そして昨日より、今日よりも明日。あれ切ない。僕が言ったら、そういうこと、それこそイワシ系になる。イワシ系、イワシ系、何やそれ。イワシ系やばい、おもろ。イワシ、どうやったらイワシ系配信なんでしょうね。あ、え、てかさ、さ、聞きたいのがあるんだよね、みんなに、とメール取ってる人なんですけど、メール取ってる人なんですけど、なんだっけ、そうそう、あ、え、メール、昨日のメールって届きました？え、昨日のメールって届いた？
来てるよ。あ、来てる？韓国語で、そう韓国語で。え、返信ってしてくれました？返信ってしてくれました？そう、食べられてるやつ、あゆが。え、返信、え、なんか返信、まあ、してない方は多分絶対来ないと思うけど、え、もちろんって、え、え、なんか返信来てないんだけど、これはじゃあなんだ、みんなが返信してないんじゃなくて、なるほど、ゼロな、そうそうそう、キング返信試験は朝かな、ちょっと見ようって思って見たら、そう、え、待ってって思って、結構なんか何時間か1回ぐらいで本当になんか毎回毎回更新してるんだけど、全然返信が来てないくて、あゆってもうそんなに返信されないのかなって悲しくなってたら、多分不具合の可能性が高いですね、それは。なるほど、なるほど、なるほど、なるほどね。これは不具合ですね。これはまあ、じゃあスタッフさんに連絡してみます。あとでもう一回送りますね。ありがとう、本当いつもね返信くれてありがとうね。え、そう、ちょっとあとでもう一回送ってみてほしいかも。今返信してきてありがとう。ちょっとこの配信終わって返信届いてたら、メールとかメールに返信届いてましたってやるけど、もし届いてなかったらちょっとスタッフさんに連絡してみます。とりあえず今送ってみない、ありがとうね。ねえ、やだ、女さん、なんか返信来てないと、やっぱなんて言うんだろう、心に穴がぽっかり開いたような悲しい気分。了解、ありがとうさんだよ。対処法ないんじゃない、ないかな、ないのかな。 Gmail ドクター、ありがとう。うん、 OK、 ありがとうね。見てみます。 Gmail も送れなくなるとやば、やばいな。ねえ、そうだよね。え、でも他のあゆは4期コマとあんちゃんに聞いてみたのね。ちょうど LINE してたから、メッセージやり取りしてたから、コマとあんちゃんに返信できてるって聞いたら、全然来てるよ、来てるよって、どっちも来てるよって言ってて、え、これってあゆだけただただなんか誰からも返信来てないっけみたいな、めっちゃ、え、そんな悲しいって思ってたら、まあこれ送ったって言ってる方もいらっしゃるので、あゆだけ不具合ってことですか。もうやべえな、やべえよね、返信ゼロは悲しい、本当だよ。あゆのメールに返信してください。返信ゼロとか悲しくない、え、だよねだよね、送信済みになってるよ。そうだよね。え、じゃあ見てみるよ、配信終わった後にまた見てみるね。オッケー、ありがた、確認してみるわ。これだけ超超超噛んじゃった、そう聞きたかったの、これだけ。僕はあんなピーヤにもユアユアにも返信したことない。もしかしてその二人のメールを取ってるんですかね。私のメールさんはあれあれ
早くも秋になりました。秋になりますね。もう秋ちゃんね、今日涼しかったよね。ちょっとうん、涼しかった。返信はテレパシーで送ることにするわ。え、テレパシーやだ。ちゃんと返信して。返信届いてるといいな。そう、見てみる。お願い、届いて。うーん、やだ、返信届、悲しかった。でも、ああいうメールが逆に届いてないんじゃないかとか、いろいろ心配になっちゃった。誰が撮ってるかバレるパターン。それな、それな、バレちゃう、バレちゃう。てか聞いてほしい。あのね、あのね、うちのおばあちゃんが可愛すぎる件について聞いて。なんかあゆのお家に、おばあちゃんも、おばあちゃんと原家、原家、うん、なんだろう、原家一族、うん、あゆのお家撮ってるんですよ。おばあ、あのママとパパとお兄ちゃん、お兄ちゃんは今いないけど、まあ、お兄ちゃんと妹とあゆと、あとおばあちゃんと暮らしてるわけですよ、同じお家にね。でさ、おばあちゃんが怖すぎる件について、なんかああいうお家で、そのもうすぐね NST 祭りっていうのもあるし、まあ、練習してたっていうか、まあ、練習してたんですよ、さっき配信前に。で妹も一緒に踊ってたのね。でそしたら聞いてよ、おばあちゃんが横に並んでこうやってマイク構えたりして、こうやってこうやって踊ってるの。可愛くない？可愛くない？何それ、可愛いってなって、もう元気すぎるよ。87歳、お元気すぎない？元気すぎて可愛いんだけど。あ、マジ、おばあちゃんおじいちゃん大好きだからさ、可愛い人大好きなんですよ。可愛いおじいちゃんおばあちゃん、あ、おばあちゃん未来の動き。それこそ未来の動きって。お、早木にいっぱいアイドルいるんですよ。可愛くない？もう超可愛い。何なの、何なのってぐらい可愛い。可愛い。老後はおばあちゃんみたいな、ん、理想の老後はあゆのおばあちゃん、うん、元気に元気にゆっくり過ごすことです、老後の目標。もっとちゃんと同期で入るかな。サボジロー今日おねんねたの。サボジローこんばんは、やばい。今日も可愛いね、サボジね。アイも可愛いでしょ。87歳まで NGT に、いや多分そんな求められてないでしょ、それぐらいの年頃のアイなんて。おばあちゃんに推し編集からやめて、やめてよ。まあ可愛いキャラ、可愛いけどさ、やめてよ。その子は天国に行け。大丈夫大丈夫。おばあちゃん可愛い本当に。それで可愛すぎたから一緒に写真撮ってたら、妹に、うちも混ざりたいとか言って、で、じゃあいいよ、おいでって言ったら、え、でも嫌だ、とか。なんかね、いやいや気ですかね。もう赤ちゃん、赤ちゃん。赤ちゃんだね。赤ちゃん。入ってすぐ最年長、確かにすぎる。今日もすです。ああいうの方が好きなんだね。反抗期だ。反抗期か。いや、でも妹ちゃん、反抗期なのかね。
まあなんかこの間そのラーメン屋さんに行った時に、まあなんかね、その日一日不機嫌だったんですけど、妹ちゃんが。けどそのあゆにだけ当たりが強いのかと思ったらママにも当たり強くて、まあちょっと一日中ね不機嫌だったんですよ、妹ちゃんが。そしたらさ、そしたら妹ちゃん不機嫌だったんですけど、妹ちゃんが不機嫌だったんだけど、なんかいつもママのさベッドで寝てるんですよ。あれ、この話しなかったっけ。したかな、まあまあまあしたよね、したかもしんないけど、もう一回しよっか。あ、そうそう、節約で一緒に寝てるよって。そうなんだけど、なんかその日はさすがに妹ちゃん自分の部屋で寝るのかなってママにも聞いたよね。だよね、思った、あれも言った覚えがある。ママの部屋でいつも寝てるけど、さすがにママにも反抗期だったから、ママの部屋じゃなくて自分の部屋で寝るのかなって思ったら、ママの部屋でぐっすり寝てて、ママと、ママの部屋で寝てたわってママが言って喜んでたのを思い出しました。そう、ね、節電のお話はしたわ。節電のためにママの部屋で寝てるんだよって。そう、でもその日もちゃんとママの部屋で寝てました。かわいい、もうかわいいね、かわいいよね、ゴキちゃん、まあ、赤ちゃんだから。でもさ、赤ちゃん、あ、聞いて、今日妹ちゃんの髪の毛を朝ね、いつもより早起きして、妹ちゃんの髪の毛をセットしてあげました。可愛くセットしてあげました。妹ちゃんがなんか前の日に、明日あゆに髪の毛セットしてほしいんだよなみたいなことをママに言ったらしくて、言ってたらしくて、それでもあゆ昨日そのおしゃべり会だったから、帰りがちょっと遅めだったんですね。でも帰った時ね、妹ちゃん寝てて、まあゆにセットしてほしいんだよなみたいなことをママに言ってたらしくて、それをママに教えられて、なんていうの、そう言われて、全然やるけど朝起きれるかなって話をママとしました。けど起きてて、ちゃんと妹ちゃんの髪の毛をシュ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 ってやってあげましたとさ。そしたらなんかね、そう帰ってきた時にウキウキで、妹ちゃんが可愛かった、ウキウキでアユに近づいてきた、可愛かった。アユはね、棒のイメージ、ね、やめて、ね、やめてやめて、ね、寝坊、ねねね、寝坊、シュシュシュ、ママ妹ちゃんとプリ撮ってたね。そうなの、あれ可愛いでしょ。本当にね、妹ちゃんとママの表情も見せてあげたいんだけど、本当なんかみんな可愛いの。あやあんま漏れなかったけど、妹ちゃんが一番可愛かったな。めっちゃ漏れてたな、あいつ。あいつ漏れてたな。ママショートカットです。そう、ママボブショートカット。これくらい。ママは結婚式の時はロングだった。いや、あゆちゃんね、ロング時代のママは見れてないんですよね。だからロングにしてほしいけど、でもボブも似合って、ボブなんて言うんですかね、似合ってるから。初見です。ねえ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 、初見じゃないよね。ねえ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 、初見じゃないよね。びっくりしたんだけど、ボブいいよね。あれ、ボブ好きでしょ。わかるよ、あゆ。間違えた。びっくりした。やばい、初見です、おもろい。初見です。初見じゃないよね。
ねえねえねえ、初見続きやめようね。初見テスト続きやめようね。初見じゃないよね、みんなね。もう。ママは美人？かわいい？美人。ママは美人。なんかママは、あの鼻高いのに、腹毛がみんな、みんな鼻低い。あれ？あれ？ねえねえ、初見じゃない？ねえ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 。ああ、初見でって間違えたから。みんな初見ですって言い始めちゃったじゃん。あい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 。初見じゃないよみんな。ねえ、初見じゃない。初見じゃないでしょみんな。やめよう、ちょっともう。もう。やばい、初見で。初見で続きおもろ。コメント欄荒れた。まあいいんですけど、そういいんですけど全然。まあ確かに今日は初見だね。今日の愛は初見ですね皆さん。はい、初めましてじゃないでしょ。じゃんけんです。どういうことやねん。大喜利大会の会長になってますか。違います。原あゆみのルームです。じゃあ過去初に初見、あ初見初見って言っちゃった、初見だった人がたくさん来ていますね。そうですね、そうですわ。サボジローは初見です。サボジロー可愛いでしょ。もうまあいいんだね。もう全くまあ初見です、初見ですね。まあいいんです、いいんですけど、いいんですけど、ちょしゅんちょなえちゃんに突っ込んでほしいな。あゆさ突っ込み上手なのかな。あゆさ、ツッコミ、ツッコミ上手になりたいし、ボケ上手にもなりたいけど、どうやったらなれるんですかね。癒し系だから怒らない。あ、すいません。そう。今日超、超本気癒し系配信する予定だったのに。もう。はい。かわいいもね、やめましょう。よしなさい。よしなさい。あ、危ない。アイランしよう。アイが生きてるだけでよしだよ。やいやいやい。リリカ様に突っ込んでほしい。やばい、リリカさんに突っ込みやばい。リリカさんってさ、どうやって突っ込みすればいいんだろう。いつも屋敷配信するって言ってこうなる。そりゃそう、本当だよね。いや、みんなにとってはあいや存在自体癒しかなと思って。ねえ、おこがましい。あゆって笑顔が癒し系。あ、笑顔がいい。ちょっとネカネカネカしちゃう。え、本当なこと言っちゃダメ。まあまあ。まあ、サバジオのポーズなんかなんかシュール。確かに。まあそうか、確かに。リーカさんのツッコミはチュース、とりあえず反撃考えておかないと。沈黙。怖いなけどさ、あゆさ、その次2回目の公演であれなんですよ。なんだっけ、あ、そうそう、リリカの、あ、聞いて、レイナさんとリリカさんとスイスイさんとカイリさん、確かこの4人かな、確かね、この4人と
初ご一緒公演させていただきます。ポジションはまだ秘密ですよ。そりゃ秘密ですけど、はい、誰しさ、なんかサマーセット行った会の時にレンナさんと写真撮った時に一緒にこの公演出たいねって話をしてて、してもらっちゃって、ぜひしたいですって思ってたから、もうね、まあ、行く、あ、行くじゃない、なんだっけお楽しみ、何行くって何か見に行く人になっちゃった、間違えた、楽しみ。MC も楽しみだな、楽しみにしててね。 MC 上手にできるかな。おじいちゃんはあそこでな、まああゆなんだ、うん、まあまあ他の方もね、これそして親密です。グイグイ行ったか、頑張る頑張る、また自主練生活スタートだね、頑張ります。うっすうっす、いやその前にだってその前にだって楽しいですよね。あ、来てくれるんですね、これは。おじさんエターは復習したいとか、はい、頑張ります、絶対行きたい。え、これさ連番できんじゃん連番できるよ、みんな連番できるじゃん、すごい、もう NST 祭りがもうすぐ近くよ、やばくない、あと3日みんな予定合うかな、お願いあってまた空き缶パンクでスタンドさばきみたい、スタンドさばき頑張って今回失敗しないようにしないと、この間おっとってなったから、まあ落とさなかったけどさおーってなっちゃったから、なんかしゃー頑張ります。あちゃん行くに決まってる、ふん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 、サボジロ練習、サボジロやばいね、サボジロやばい、サボジロ買いなサボジロ買いな小論文の調子が出せれば MC は大人もさ、でもやっぱさ緊張もあるし先輩と一緒もあるし、お、10月の公演やって出てる、そうなの、出てるんですよ、はいちゃん10月3日木曜日平日公演夜の公演に出演します、あのりん楽しみすぎるな、楽しみ楽しみ、先輩もグイグイ来てくれた方が喜びや、え、頑張る、マイナさんいじっとけば大丈夫、ねえねえねえ、マイナさんってさツッコミ上手っていうかさ、ツッコミしてくれるから大好き、サボジはちょっと欲しい、買いな買いな平日だけ楽しみ、イケアに挑戦しなきゃ、来て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 、本公演初めて見れる、あ、あゆの、おお忘れない、経験が必要、米な、うん、そうだよね、そりゃそう、あ、もう経験をたくさん積んでってしないとね、あとコマはもう楽屋でも先輩と結構絡んでて結構ね、その調子が出てた、あ、コメントの話ね、なるほど、そうだから、はい、先輩とまず、そうそう、先輩とまず絡みがないと、10月3日仕事する場合じゃないかな
うん、来てくださいぜひぜひ。でもこまちゃん、せっせとゆうはの間で配信してたね。それはね、おしゃべり会同じ会場でやってたので、で、わかるんですけど、さすがだなね、どれな、まだ夏ロックかな、せっせ投げられる、あ、どうだろうどうだろうどうだろう、そう、でも夏ブロックなのはそうです。あ、それって言っていいんだよ多分。うんうんうん、師匠に投げれるかな、あ、師匠係かな、違う係かな、今日昼夜あるわけじゃないじゃん。だからどうだろう、なので婚以外の時もできるだけ先輩に話しかける努力は必要かもね、かもね。そんな、まあ頑張るけど、うん、頑張るけど、逆にさ、話しかけるって言ったらさ、でもさ、どういう話をすればいいかわからない。あ、待って、57分、危ない、いつものさ、あのロング配信の、はあ、危ない、ロング配信のつもりでいた、危ない。はい、いきまーす。13位、みねちゃん、ありがとうございます。12位、四十から、ありがとうございます。11位、おとぴょん、ありがとうございます。10位、とんすけ、ありがとうございます。9位、みのる、ありがとうございます。8位、えいたろう、ありがとうございます。7位、あみゅー、ありがとうございます。6位、まえちゃん、ありがとうございます。5位、しのぶ、ありがとうございます。4位、コウスケ、ありがとうございます。3位、モンブラン、ありがとうございます。2位、ウッチー、ありがとうございます。1位、トモゾー、ありがとうございます。ありがとう、みんな、ありがとう、配信、危ない、57分ぴったりで気づいてよかった、みんなありがとうね。そうだよ、明日も公演あるから、前座、明日は前座に出演します。楽しみできて嬉しい、明日も楽しみなの。あ、明日も、いや、明日も、あ、明日も、明日も壇上ギリギリだったね、ギリギリ乗れなかったね。昨日の案内も配信もありがとう、こちらこそありがとう、前座です明日は。今日もよく頑張りました。あ、最後は癒し系ポーク、いいな、今日もよく頑張ったね、明日も頑張ってね。え、癒し系明日どうしよう、明日多分あゆ朝配信かな、夜全然あるんで、明日は多分明日配信で、明日配信って言ってた、朝配信です。あ、絶対あれじゃん、おじやの麺のやつに言ってたね、麺、朝パックか、朝パック久々すぎる、朝パックやば、え、朝パックする、まあちょっとする記録があったらするね。でもまた公演前とかにさ、顔が腫れないようにしなくちゃいけないから、もうまあでも朝パックかな、楽しみに、バイバーイ。